まず教育費の負担軽減について伺います。総理は施政方針演説でどんな家庭に育っても誰もが希望すれば大学に進学できる環境を整えなければならない、こうおっしゃいました。現状はどうなっているかと。国立大学の初年度納付金は817,800円、私立大学は131万円、先進国の中で高等教育への公財政支出が最低クラスというですね、長年の自民党政治によって高等教育の家計の負担が飛び抜けて重い国になっております。そのことで経済的理由で大学進学を諦めざるを得ない人、中退せざるを得ない人も少なくありません。総理はこういう現状を改善するということですね。松野文部科学大臣。総理のあれでしょ。委員ご指摘のとおり、意欲と能力のある学生がその家庭環境にかかわらずしっかりとした学習機会を得るというのは極めて重要なことであると考えております。このため文部科学省ではこれまでも授業料の減免の充実や、奨学金制度の充実に努めてきたところであります。平成29年度予算においては私立大学の授業料減免について対前年度16円増の102億円を計上し、減免対象を対象人数を 4.8 万人から 5.8 万人、1万人増員をしております。また国立大学の授業料減免については対前年度13億円増の333億円を計上し、減免対象人数を 5.9 万人から 6.1 万人に増員したところであります。さらに来年度からは成績にかかわらず必要とするすべての学生が無利子の奨学金を受けられるようにするとともに、変額不要の給付型奨学金を創設することとしております。文部科学省として授業料減免や大学等奨学金事業の充実に今後ともしっかり取り組みまして、経済的理由により大学進学を諦めることがないよう大学段階における教育費の負担軽減に努めてまいります。宮本徹君。減免制度や奨学金のお話あったんですけども、学費そのものが上がっているという問題についての指摘を私はしたわけですよね。で、私立大学の授業料毎年上がり続けております。この四半世紀デフレの時代だったわけですが、この間にも20万円上がっております。なぜかと、私学助成をですね、減らしてきたと。かつては私立大学の経常経費の 29.5% を支えていましたが、来年度予算をとうとう 10% を割るということです。安倍政権の下でも私学助成減らされました。奨学金制度の拡充、旧制奨学金も国民の願いですけれども、一方でですね、授業料はどん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 上がっていくと、こういう状況を作ったままだったら、これ、マッチポンプじゃないですか。総理ね、やっぱり授業料そのものを引き下げていくと、私学助成も抜本的に拡充していくと、こういうところまで踏み込む必要があるんじゃないですか。どうですか。松野文部科学大臣。なんで総理の施政方針について聞いてるの、なんで総理は答えないんですか。大学授業料の減免に関しましては、総合的に検討をする必要があると考えております。減免の話聞いてんじゃないですか。これはもちろん財源との問題を考えなければいけない問題でありますし、財源となりますと、当然のことながら、国民負担の問題がございます。こういった観点からですね、総合的に勘案し、今後検討を進めてまいりたいと考えております。山本徹君。総理はなぜ答えられないのか全くわからないんですけれども、財源って言いますけどね、その気になればですね、財源はどこからでも取ってこれますよ。やる気の問題ですよ。今ね、学生の2人に1人が奨学金を借りる状況になってます。親の所得の低下もあるわけですけれども、デフレでも授業料がどんどん上がってきたという状況があるわけですよね。誰もが大学に希望を持てば行ける状況にしたいとすると総理はおっしゃったんだから、高すぎる授業料に手をつけるべきですよ。どうですか総理。松野文部科学大臣。いいです。総理が答えないんだったらいいです。松野文部科学大臣。同じ答弁ですから同じ質問。いいです。
いいです、同じ質問ですから、同じ質問2回答えられても時間がなくなりますから、委員長、いいです、はい、で今回ですね、ようやく給付型の奨学金がですね、具体化されるという状況になりました、はい、果たしてですね、では質問を続けてください。果たしてこれでですね、誰もが希望すれば大学に進学できるようになるのかと、ちょっとパネルを見ていただきたいと思いますが、1学年2万人の規模だと、全学生の中で受給できるのはわずか 2.5% だと、対象となる家計基準は住民税非課税世帯までと、まあ、政府の試算では、家計基準を満たす生徒は1学年15万9千人、そのうち大学進学者は6万1千人にもかかわらず、給付型奨学金の対象者は2万人と。まあ、住民税非課税世帯の進学希望者でも受給できるのは3分の1以下と、大変狭き門になっております。松野大臣にお伺いしますが、これは一体どんな条件で誰が選ぶんですか。松野文部科学大臣。止めてください、止めてください、止めてください、通告してますよ、全部17問メモで通告してるよ、止めてくださいよ、即興止めてください。松野文科大臣、技術的な話はさすがに総理に聞けないじゃないですか。失礼いたしました。給付型奨学金の支援対象は、経済的理由により極めて就学に困難がある住民税非課税世帯の学生で、学習状況、進学意欲等において特に優れた学生としております。学習状況や進学意欲については具体的には各高校等が定める基準に基づき判断をし、推薦をしていただくことを想定をしております。成績基準の目安等は日本学生支援機構において定めるガイドラインにおいてお示しすることと考えております。実際の推薦にあたっては、生徒を一番近くで見ている校長や教員が進学の意欲や目的等の観点も合わせて評価を行った上で、各高等学校が責任を持って対象者を選定することとしております。宮本徹君。それで学校が推薦すると、そのために各学校に何人推薦枠があるのかという推薦枠をあらかじめ配分するということなんですね。で松野大臣にお伺いしますが、学校推薦の基準を満たす高校生が学校に割り当てられた推薦枠より多くいたらどうするんですか。松野文部科学大臣。各学校は無利子奨学金よりも高い水準となるように定めた日本学生支援機構が示す学力支出基準等に関するガイドラインを参考としつつ、各学校に割り振られた推薦枠の中で推薦することとなります。この推薦を得ることが給付型奨学金を受給する対象者の選定する基準となります。給付型奨学金の支給が受けられない学生については、無利子奨学金の貸与を受けることが想定されますが、無利子奨学金については、平成29年度から成績にかかわらず、必要とするすべての学生が貸与を受けられるようにするとともに、返還負担を大幅に軽減する所得連動返還型奨学金制度を導入するなどの充実を図っております。給付型奨学金制度と合わせて無利子奨学金等を活用し、学生等の経済的負担の軽減に全力で取り組んでまいります。宮本君。つまり学校の推薦基準を満たして生徒がですね、推薦枠より多かったら無利子でやってくださいと、無利子奨学金で我慢してくださいと、こういう話なわけですよ。同じ程度の経済状況、学校の成績も同じぐらいの人がずらっと並んでいたらどうするんですか。学校の先生もですね、大変な苦しみになりますよ。これは基準を満たしてもですね、給付型奨学金を
もらえない人がいるっていうのが今回のこの制度なんですね。こんな小さな規模では総理ね、進学を断念せざるを得ない人はなくならないんじゃないですか。これ総理答えてください。安倍内閣総理大臣。まあ、今までですね、まさに今宮本委員がおっしゃったようにですね、これは果たして不公平にどこで線引きするんだというのが、まあ、大きな議論でありました。まあ、その中で、給付型奨学金に対してはですね、残念ながらずっと一歩前に踏み出すことができなかったわけでありますが、ここで、この中でですね、いかに限られた予算の中で、私たちは給付型奨学金を始めることができるかということをですね、我々は判断したわけでございます。まあ、確かに今宮本委員がおっしゃったようなご批判もあると思います。しかしその中でまずはですね、限られたこの予算の中において給付型奨学金を私たちは始めていきたい。そしてこれをまずは安定的にですね、運用し、そしてしっかりと後押ししていくという効果を見定める中においてですね、しっかりと財源を確保する中で我々は増やしていきたいと、このように考えております。宮本徹君。まあ、批判があるけども財源がないから我慢しろっていうのはですね、総理が施政方針で言われた誰もが希望すればですね、大学が行けるって話と全く違いますよ。そして住民税非課税世帯という収入基準も大変狭すぎます。例えばこれ夫婦に高校生子供1人という世帯で言えば年収221万円と、大学進学率はですね、収入によって違います。年収1050万円以上の層では 63%、 年収400万以下の層では 28%、 2倍以上違うわけですね。まあ、これが現実なわけですよ。希望する人が誰でも行けるようにするにはやっぱり収入要件はですね、もっと広げるということが必要です。ちょっとパネル見ていただきたいんですね。総理も世界と比べてほしいと思います。給生奨学金の受給率、学生の中でどれだけの人が受けているのかと、 100% の国もあります。アメリカ 47%、 イギリス 48%、 フランス 34%、 ドイツ 25%、 カナダ 35%、 お隣の韓国 32%、 日本は今度の規模で言えば 2.5% ですよ。ちなみにこの中で日本よりも低い受給率の国ありますが、こういう国は全部学費は無料です。総理ね、給生奨学金はね、もっと多くの人が受給できるように抜本的にですね、拡充しなきゃいけないんじゃないですか。安倍内閣総理大臣。まあ、この、給付型奨学金についてもですね、これ財源を確保して、進めていくことが、まあ、重要で、ありまして、我々は現在私たちの経済政策によってですね、しっかりと税収を確保することができる中においてですね、まさに成長と分配の好循環を回していくという考え方もの中においてですね、我々は給付型奨学金という判断をしたわけでございます。まあ、このその中で財源が限られている以上です、以上どこかで線を引かざるを得ないわけでございまして、ご理解を賜りたいとこう思う次第でございます。しかし今回私たちが給付型奨学金を作ることによってですね、この数は少ないではないかというご批判がございますが、しかしその方々はですね、間違いなくこれはなければ進学を諦めることになったかもしれない子どもたちがですね、進学できるようになってくるということは事実でございます。宮本徹君。財源財源と言いますけどね、私やる気の問題だと思いますよ。東京都はですね、私立高校の授業料の無償化発表しました。父母や生徒の皆さんの運動と一緒に共産党都議団も求めてきたものです。対象は年収760万円まで。東京都ができ、他の先進国ができることがですね、なぜできないのかと。教育を受ける権利というのはですね、憲法に書かれているわけですよ。70年もかかって憲法に書いてあることが実現できてないと。私は改憲を唱える前にですね、憲法に書いてあることをまず実現することが総理の責任だということを指摘しておきたいというふうに思います。給付額についてもね、正したいと思います。パネルちょっと戻しますけれども、政府のペーパーを見ますと、国立自宅生2万円、国立自宅外と私立自宅は3万円、私立自宅外は4万円、この額はですね、非課税世帯の学生の生活費を踏まえて算出したと、いうことです。ところがこの給付額の後ろにですね、国立大学は授業料減免制度を踏まえ給付額を調整と書いてあるんですね。これ松野大臣、いくら給付額を調整するんですか。松野文部科学大臣。
国立大学においては国費による授業料免除制度が整備されていることから、免除を受けた国立大学生については休学の減額を含め調整することが公平性の観点からも適当であると考えています。具体的には自宅生については月額2万円のところ支給しないこととし、自宅外生については月額3万円のところ月額2万円とすることを検討しております。その上で給付型奨学金の対象者が国立大学に進学する場合には原則授業料の全額免除を行うこととし、そのことが進学前の段階であらかじめ予見できるようにすることが望ましいと考えており、今後関係団体と調整をしていきたいと考えております。宮本徹君。つまりですね、国立大自宅生の給付額は実際はですね0円なんですね。これメディアに流れてるやつは全部2万円で流れてますよ。ところが実際は1円も出ないと、下宿生で、2万円ということですよね。で、給付生奨学金の対象となる住民税非課税世帯っていうのはですね、国立大学で言えば全員授業料減免のすでに対象になっております。つまり国立大自宅生は本当にですね、誰一人もらえないって話ですよ。これ養老苦肉看板に偽りありじゃないですか。経済的に厳しいから国立大学を選んで授業料減免受けてる方いっぱいいらっしゃいます。また先日生活保護課程出身で都立高校から都内の国立大学に進学した A さんから話を伺いました。大学に進学して A さん分の生活保護費はなくなりました。東京都の児童育成手当も終了しました。8万円収入が減ったと。 A さんの場合はですね、民間の給付生奨学金を幸い受けられたから進学できたと。しかし民間の給付生奨学金なんてね、極めて受けられる方は稀な例ですよ。そうするとですよ、こういう生活保護課程で頑張って国立大学に進学しよう、そういう方の後押しにはですね、今度の制度は何一つならないっていう話じゃないですか。何の希望も見えないですよ。総理ね、授業料減免を受けたら給付額を一律にゼロにすると減らすと、こういうのはやめるべきじゃないですか。松野文科学大臣。高等教育における教育負担の軽減については、従来から意欲と能力のある学生が経済的理由により進学を断念することがないよう、奨学金制度や授業料免除などの各種方策を組み合わせながら総合的に施策を講じてきたところであります。国立大学の授業料免除は年額54万円相当であり、これを受ける学生に、さらに今回創設する給付型奨学金を支給することに関して、その一部または全部について給付型奨学金を受けていない他のものに回す方が良いのではないかといった意見もあり、現在検討しているところであります。制度の詳細が固まり次第速やかに公表させていただきます。宮本徹君。総理ね、生活保護世帯の大学の進学率っていうのはわずか大学で4年生大学で言えば 19% ですよ。今回の制度では経済的理由で進学を諦める人っていうのは絶対なくなりません。どんな家庭状況に育ってもですね、希望が持てる制度にですねすべきです。それで総理はですね、今回給付奨学金やっと始められたんだと自慢されますが、この財源を見るとですね、およそ自慢できるもんじゃないんですね。給付奨学金制度の財源お伺いしたら、生活福祉貸付金の縮小のほか、現在の奨学金制度の見直しから出すという話なんですね。松野大臣、これ具体的にどう見直すんですか。松野文科学大臣。給付型奨学金制度の導入に向けて財源を用意するにあたり、その一部については奨学金体系を見直すことで捻出をすることとしております。具体的には今般の奨学金の抜本的見直しのもと、平成30年以降の本格実施を見据え、所得に応じた新たな無利子奨学金対応上限額の設定、
博士課程進学の後押しのための大学院業績優秀者返還免除制度の見直し等を行うことと想定をしております。こうした見直しを踏まえ、中期的に安定的な財源を確保することにより、給付型奨学金制度の確実な運用を図ってまいります。宮本君。今お話ありましたようにね、奨学金制度旧制を作るために今ある奨学金制度をいじるわけですよね。大学院生の奨学金返還免除制度を縮小するというお話ありました。総理ね、もう本末転倒じゃないですか。大学院生の4人に1人がですね、奨学金を500万円以上借りてます。1000万円にもなる人もいます。先日話を伺った大学院生の B さん、奨学金月8万8000円とバイトで生活費を賄い、昼食は毎日カップラーメンだ。若手研究者のポストが減る中で一体将来返せるのか不安の中で研究しているとお話でした。今研究者志望の学生が減っております。こんな中で大学院生の奨学金の返還免除制度を縮小したら、いよいよ研究者離れが進んで、私日本の未来にとっても大変な損失だと思いますよ。それからもう一点、無利子奨学金の借りられる金額について所得に応じた制限をかけるというお話がありました。先日学生の C さんにお話聞きました。6人兄弟だと、親はそれなりの収入はあるけども足りないので、無利子奨学金だけでは足りないので有利子奨学金も併用しているというお話でした。今でも無利子奨学金だけでは足りなくて、有利子奨学金と併用されている方はたくさんいらっしゃいます。松大臣お伺いしますが、無利子奨学金を受給している方のうちどれくらいの方が有利子奨学金も併給してますか。数だけでいいです。松野文部科学大臣。直近平成27年度の実績において無利子奨学金の貸与を受けた約48万7千人のうち、有利子奨学金の貸与を合わせて受けた方は約11万2千人です。宮本君。つまりですね、無利子奨学金を借りている方のうちでも無利子奨学金だけでは足りないと、有利子奨学金をも借りている方がですね、4分の1に上っているわけですよ。もともと今度制限をかける無利子奨学金はですね、借りている家庭に高額所得者はいないですよ。もともと制度の対象外です。親が出す余裕がないから有利子奨学金もですね、合わせて借りていると。これ無利子奨学金で借りれる額を減らしたら、有利子奨学金で借りれる額を増やさざるを得なくなるわけですよね。総理自身がですね、進めてきた奨学金は有利子から無利子へと、この流れともですね、逆行するじゃないですか。総理ね、経済的に困っている人のための救済奨学金の財源を捻出するために、今ある奨学金の財源から作ろうとすると、新たに困る学生院生を生み出すことになりますよ。タコが足を食うようなもんですよ。これはこうした財源の捻出方法は、総理が施政方針で言われた誰もがですね、希望を持てば大学に行けると、こういう話とは私全く違うと思います。総理ね、救済奨学金の財源づくりのために大学院生の奨学金制度を縮小することや、あるいは借りれる金額を制限すると、こういう方法をやめて他の方法でですね、財源作るべきじゃないですか。松野文部科学大臣。財源の話なんだから文科省に聞いたってしょうがないのよ。まず先ほどのですね、貸与の上限設定についてでございますが、それはその家庭の家計収入に応じてということであることを加えさせていただきたいと思います。奨学金制度については、給付型奨学金の創設、無利子奨学金の大幅な拡充など、今回抜本的な制度改正を行うことを踏まえ、奨学金制度全体を見直したところで、より低所得の方へ支援を手厚くする観点から、現在制度見直しの検討を行っているところであります。こうした見直しによりまして、奨学金制度全体として効果的に教育費の負担軽減がなされるよう、必要な財源を確保しつつしっかりと取り組んでまいります。宮本徹君。文科大臣に答えさせるのは酷ですよ。文科大臣に答えさせたら
文科省の中から財源作りましょう、探しましょうって話しかならないじゃないですか。全体を見渡して財源をどこからどこへ持ってくるってできるのは総理ですよ。財務大臣は総理の指示の下でやるんでしょうが、ね、今議論してまいりましたけども、どんな家庭に育っても希望すれば大学に進学できる環境と総理がおっしゃいますけども、この中身がこれでは私は極めて不十分だと思いますよ。小さなパイをめぐって困っている人に譲り合いを求めると、これではですね、私は未来が見えるはずがないと思います。財源はですね、やる気になればいくらでもありますよ。安倍政権が行った黒字の大企業への法人税の減税は4兆円と、大学授業料の無償化やってもいっぱいお釣りきますよ。学費の無償化、旧制奨学金の抜本的拡充へ真剣な努力を求めて、次にですね、社会保障についてお伺いしたいと思います。経団連の榊原会長の年頭のメッセージを読むと、冒頭にこう書いてあります。政権基盤が安定している今だからこそ、社会保障制度改革や財政健全化、抜本的な規制改革など、国民の痛みを伴う改革に真正面から取り組むべきである。ひどいなと思いました。これ総理も同じ認識ですか。安倍内閣総理大臣。榊原経団連会長がですね、ご指摘のような、意見を表明されていることは承知をしております。社会保障に関してはですね、少子高齢化が進展する中で、社会保障制度の持続可能性の確保と、財政健全化を同時に達成する観点から、社会保障と税の一体改革に取り組んでいます。今回の医療介護の見直しは、社会保障全体が高齢化し、医療費、介護費が増大する中で、制度を持続可能なものとし、次世代に引き渡していくため必要なものであります。このため、高齢者の方々にも負担能力に応じたご負担をいただくものでありまして、社会保障制度を持続可能なものとして次世代に引き渡していくことは安倍内閣の重要な使命であります。所得の低い方々などにはきめ細かな配慮を行うことは当然でございますが、そうしたことも含めて十分な説明を行い、国民のご理解をいただいていきたいと考えています。宮本徹君。総理は持続可能な制度だって言いますけどね、制度だけ持続して高齢者の暮らしが持続可能でなくなれば、これ本末転倒だというふうに思いますよ。高齢者の暮らしが持続可能でなくなれば、経済面でも介護の面でも現役世代が支えるしかないということになります。だいたい経団連の献金を受けてですね、経団連の言う通りにですね、国民の痛みを伴う改革を進めていく、これは今度の予算になっているわけですよ。医療費も介護費用も負担ぞ、後期高齢者の保険料も軽減制度がなくなります。私ね、市民の皆さんからよくこういう声聞くんですよ。政府は老人と病人は早く死んでほしいと思ってるのねと。総理はこういう声聞かれたことないですか。安倍内閣総理大臣。老人と病人は早く死んでほしいと政府は思っているのねという声をよく聞かれるということでございますが、皆さん聞いたことないですか。あるよ、しょっちゅう聞く。政府は思っているなんていう声はですね、我々は聞いていないわけでございまして、安倍内閣はですね、一億総活躍社会の実現を目指しているわけでありまして、高齢でも元気で社会参加が続けられる方、高齢でも元気で社会参加が続けられるようにしていく、あるいは病気になっても適切な治療が受けられ、また、意欲があれば仕事も治療もしながら、あるいは仕事も続けたいと思う方がおられればですね、両立が可能になる、そのような社会を実現するためにさまざまな施策を進めているわけでございまして、今回の医療介護の見直しではですね、高齢者の方々にも負担能力に応じたご負担をお願いをしていますが、所得の低い方々などにはきめ細かな配慮を行うこととしております。社会保障税一体改革においては、所得の低い方々の保険料軽減などの充実を図っていくこととしております。また、ご負担をお願いするばかりではなくてですね、ご負担に見合うよう医療介護のサービスを効率的で質の高いものとしていくことが必要であります。疾病の予防や介護予防の取り組みやビッグデータを活用を推進して、効率的で満足できる医療
介護の提供体制の確立を目指しているわけでありまして、むしろ私たちは高齢者の皆さんにはいつまでもお元気で活躍をしていただく、人生を楽しんでいただけるようなそういう日本を作っていきたいと、このように考えているところでございます。宮本徹君。批判の声をですね、聞いたことがないというのは驚きですね。本当にですね、街を歩いて多くの皆さんの声を聞いた方がいいと思いますよ。なぜそういう批判の声が出るのかと、年金生活者の家計がどうなっているのか、パネルを、見ていただきたいと思います。毎月の可処分所得から消費支出を引いた額と、年金生活者風世帯で見ますと、2000年は8979年、これが2015年では62,326円、これ赤字が拡大しているわけですね。単身者世帯、2000年の25,936円から2015年は41,195円、これも赤字が拡大しております。とりわけ安倍政権の下で家計の赤字がですね、大きく拡大をしております。この上ですね、昨年年金カット法を強行されました。2019年には消費税増税と、さらに今後の改革工程表、財務省の案では75歳以上の後期高齢者の窓口負担は2割、介護保険料も原則2割、年金の支給開始年齢も引き上げと、こういうことが検討課題になっているわけですよね。総理ね、安倍政権が続くと、この高齢者の家計の赤字はどん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 拡大していくと、こういうことになるんじゃないですか。塩崎厚生労働大臣。今お配りをいただいているこのグラフの差を赤字と呼ぶならば、これはまあ基本的には、人間はやっぱり現役の時に働いて所得を得て、そして引退をしてからそれを言ってみれば使っていくということでありますから、当然支出と所得の間にこういう形のギャップがあることはその通りだろうと思いますが、いずれにしても今総理から答弁申し上げたようにですね、高齢者の方々にもこの負担能力がある方にはそれに応じて負担をしていただくということである一方で、当然のことながらこれは低所得の方々には十分配慮をきめ細かくしながら、今回また皆様方にご審議をいただくような形での医療あるいは介護のサービスの提供の仕方、そしてまた保険料負担の在り方などをお願いをしているわけでございますので、私たちはそういったところに十分配慮をしながら社会保障の持続可能性というものをしっかりと確保していくという努力を絶えず続けていかなければいけないというふうに思います。宮本徹君。高齢者の赤字はですね、低所得者の世帯でもどんどん拡大をしているのが現状ですよ、現実ですよ。私この道はですね、社会保障政策としても間違っていると思いますが、経済政策としても間違いだと思いますよ。消費のかなりは高齢者が占めているのは当然のことですが、今政府の経済財政白書でも現役世代が将来不安、老後の生活の設計不安で消費を冷え込ませているって書いてるわけですよね。こういう形でどん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 赤字を拡大していく、社会保障を削減していく、こうなれば現役世代の将来不安はますます拡大して、個人消費はますます停滞して、経済政策としてもどん詰まりになっていく道だと私は思いますよ。こういう未来のない道はですね、転換すべきだと思います。安倍政権はですね、社会保障は自然増の分まで削減する一方、軍事費は正規にしております。この第三次補正予算、税収が減って赤字国債を発行しなければならないと、こういう事態になったにもかかわらず軍事費防衛省予算計上しております。稲田大臣、三次補正まで含めたら2016年度の防衛省予算いくらになりますか。稲田防衛大臣。平成28年度第3次補正予算案については、当初予算編成後も刻々と変化する安全保障環境や、自然災害の発生時状況に応じて必要となる経費として1769億円を計上しております。その結果、平成28年度当初予算、第2次補正予算、
第3次補正予算を修正減少額を加味して機械的に合算すると5兆424億円となります。宮本徹君。安倍政権の下でですね、毎年補正予算も使って軍事費はですねどんどん増大させていると。日米新ガイドライン安保法制の下で軍拡に拍車がかかっております。それだけじゃないんですね。防衛省の武器の購入っていうのは契約年度には払わずに後払いが認められております。この後払いのローンの残高、高年度負担といいますが、これが安倍政権になって大きく増えております。稲田大臣、この5年間で高年度負担の総額はいくらからいくらに増えてますか。稲田防衛大臣。防衛関係費における高年度負担額は平成24年度時点で3兆550億円、平成29年度時点で4兆6589億円となっております。まあ、いずれにせよこの防衛関係費については高年度負担も含めて平成25年12月に閣議決定した中期防衛力整備計画等を踏まえ計画的な予算編成を行うこととしており、まあ、際限なく膨張するかのような批判は当たらないと思います。宮本徹君。あのね、高年度負担ね、これ安倍政権以前は民主党政権の時もですね、自民党政権の時もですね増えてなかったんですよ。それは毎年高年度負担ね、新たにする高年度負担と、その年払う借金の付け払い同じぐらいで推移してきたからですよ。それがそのバランスがですね極端に安倍政権の下で崩れて高年度負担がどん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 拡大しているわけですよ。未来の予算をどんどん奪い取ってるっていう状況が生まれてるわけですよ。これ次の衆議院選挙で安倍政権が倒れて野党連合政権になっても引き継がなきゃいけない負の予算だということになるじゃないですか。総理ね、高年度負担をこんな形で増やしていけば未来に向かって軍事費がどんどん増え続けてきますよ。この上ですね、トランプ大統領から米軍駐留経費の負担増だとかですね求められていったらどうなるのかと。際限なく軍事費の増大が続いていくと、暮らしのための予算をですね際限なく圧迫していくということになりますよ。日米同盟ファースト、軍事ファーストから暮らしファーストの予算編成へ抜本的にですね組み替えることを求めて質問を終わります。午後1時から委員会を再開することとし、この際休憩いたします。